そこにいるのがアイスマンとナイトだ。ナイトは本当に頼りになる戦闘機乗りで、正確な射撃と着実な飛行が売り物だ。派手なところは全くない。一種の職人というな。しかしやるべき仕事はきちんとこなす。そこへ行くとアイスマンは芸術家だ。この船で最強と言われる戦闘機乗り、宇宙を飛んで戦うために生きてる男さ。あくまでも非常で冷酷で限りなく危険な存在だ。血の代わりに冷却剤が流れているって噂もある。そこでアイスマンというコールサインで呼ばれることになった。イーグルだろ。私はナイトだ。ブルーデビル中隊にようこそ。チミターに乗ったことはあるかい？君もきっと気に入ると思うよ。ホーネットよりは速度も旋回性能も劣るが、2倍の走行と強力なマスドライバーキャノンを装備してるんだ。ケンタウルスのスチブタよりも鈍重だ。アイスマンはスピードと機動性こそが戦闘を生き抜く重要な要素だと言いたいらしいが、私なら超高密度鋼の装甲が3センチ厚い方を取るね。イーグル、アイスマンだ。ナイトの話を真に受けるな。シミタは装備は強力だが動きが鈍いんだな。腕の振るいようがない。射撃ボタンを押しっぱなしにして突っ込んでいくだけ。俺が欲しいのは技を活かせる機体だ。ラプターか、それがダメならホーネットでもいい。あるいは例の新鋭のレイピアか。噂の半分でも本当なら、レイピアはまさに私のために作られた戦闘機という。ブリーフィングが始まってから15分経過している。よし、次だ。ベータ小隊はイーグルが指揮を取る。ファラド、ウィングマンは君が務めてくれ。楽しみにしてましたとは言えませんがね、タイザー。分かってる。本艦は数時間前にこの真っ向力星系にジャンプアウトしたばかりである。現在、政権全域の偵察を行っている。イーグル、君は4点を結ぶルートをパトロールして、予想ジャンプポイントをチェックする。これが君たちの飛行計画だ。各ナビゲーションポイントを巡航して索敵する。長距離センサーがナビゲーション3の近辺に障害物の反応を捉えており、ヒルラシンの飛来源である可能性が高い。だから特にこの中域では警戒を怠らんよう。質問は？なければ次に移る。ベルタ小隊はアイスマンとエンジェルが。君は大佐が任務を割り当てていくのを聞いていた。これで終わりだ。何か質問は？誰も手を挙げなかった。よろしい。発進準備にかかりたまえ。中隊解散。
で踊ってみるぞ。了解した。また出てくれ。Let's go.
奪還を許可する。これでよく生きて帰れましたね。見事だったぞ、イングル。ベテランにも負けぬ手並みを見せたな。ありがとうございます、司令官。パラディンのおかげで楽な戦闘ができました。我がいの、ごますりはやめてくれ。これ以上大佐に期待されちゃ困るんだ。では、ミッションリポートに移る。君は5機を落とした、イグル。パラディンは1機だ。以上だ、解散。